皆さん、こんにちは。経営のヒントをわかりやすく解説する社長の大学、株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。今月もよろしくお願いします。秋内は稼働カード2 0 2 4年12月号のダイジェスト版をお届けいたします。 秋代は、角角は、新時代の経営力を磨く月刊誌として、リーダーシップの磨き方、元気な組織の作り方、売れる商品開発、売れる営業など、本質の経営力を高める専門誌です。今月の特集は、そろそろやろうよ、動画マーケティング。そして、好評のおすすめビジネス書籍は、なぜ若者を育てるのは今、こんなに難しいのかという本を紹介しています。え、著者の、 フレアさんはリクルートワークス研究所の主任研究員です。労働供給制約をテーマとする2040年の未来予測や次世代社会のキャリア形成を研究されています。若者を育てるといえば Z 世代が思い,浮か思い浮かべる人も多いかと思いますけども、この Z 世代、きついことを言うとすぐに辞めてしまうというようなことが言われていますが、実は ゆるすぎてもやめるというね。褒めても不十分っていう、なかなか難しい世代であることは確かのようです。まあこのようなことがこの本にはぎっしりと書いてある。そしてこの本を理解して採用活動、リクルート活動に臨むと、今よりはこういい成果が得られるんではないかなと思ってこの本を紹介しました。 それでは今月の特集そろそろやろうよ動画マーケティングをお伝えします。この動画マーケティングという話を今更ながら書いたのには理由があります。その理由は毎年この時期年末年始になると、えー、今年はこういうものが流行るっていう話は必ず出てきます。その中でやや毎年言われていることに動画マーケティングの話があります。 もう少し具体的に説明しますと、今年はインスタグラムが流行る。今年は YouTube が流行る。今年は TikTok が流行るというように、一つのプラットフォームに、に、こう、注目が集まり、それが流行るというようなことが、まあ、年末から年始にかけてこう言われるわけなんですけども、皆さん方のね、肌感覚で、 よろしいので、周りで動画に取り組んでる企業さん、どれぐらいいらっしゃいますかということです。この取り組むっていう定義が非常に難しいんですが、アウトソーシングで綺麗な動画を1本2本作った。まあ、それは会社案内だったり、リクルート系の動画でもいいんですけども、それを取り組んでると言われると、若干違う意味合いになってしまいます。取り組むというのは、 例えば、週に3本は動画をアップする。そしてその動画を見た人から問い合わせが来るように、何らかの仕掛けとか工夫、アイデアを盛り込んでいる。まあ、そういうのを取り組むって言います。そう考えていくと、地方の中小企業ではほとんど取り組んでる企業はないんじゃないでしょうか。しかし、世の中は動画の方にですね、やはり注目されているということなんです。 先日の兵庫県知事。まあ、それ以前にもね、東京都知事選だったりとか、衆議院選、さらにはアメリカの大統領選なんか見ても、もはや SNS 全体を取り入れていかないとなかなか票が取れないというような状況になっています。その中でも重要な役割を果たすのが動画、いわゆる YouTube だったり TikTok なんですね。 で、そこに対してリーチしない限り、これからは企業権難しいんじゃないかなと思いまして、まあ以前にもね、再三動画マーケティング取り上げてるんですけども、ここに来てまたもう一回取り上げようということになりました。で、今回は YouTube と TikTok メインです。でもう、あの、初心者にもわかるように、もう一からいろいろとこう書きましたので、ぜひ読んでくださいということです。はい。じゃあそれでは、 毎月恒例の日替わりコラムとなります。はい。2024年12月ですね。1日、日本が IT で遅れを取る理由と中小企業の対策。日本は IT 分野で世界から遅れを取っていると言われています。システム障害への厳しい批判、失敗を避ける企業文化、IT 人材育成の遅れなどが原因です。 アメリカではシステム障害への関与性があり、開発期間の長期化や新サービス導入の遅延を防いでいます。中小企業が生き残るためには、リスクを許容し、迅速な意思決定、外部リソースの活用、社内意識改革と人材育成、顧客志向のデジタル戦略が必要です。小規模プロジェクトでの新技術導入やアジャイル開発、クラウドサービス活用、 IT コンサルタントの連携、社員研修、オンラインチャネル強化、オムニチャネル戦略などが具体策として挙げられます。柔軟な発想と行動力でデジタル化を進め、新たなビジネス参照をつかむことが重要です。2日、差別化できない時代の差別化の発想とはインターネットの普及により情報が均一化し、企業の差別化が困難になっています。 展示会でも似たような戦略が目立ち、独自のポジションを築くことが課題です。差別化のためには真逆のアプローチ、独自のストーリー発信、顧客体験の強化が重要です。デジタルマーケティング全盛の中、あえてアナログな手法を取り入れる。企業の創業秘話や経営者のビジョンを発信する。購入プロセスやアフターサポートで特別な体験を提供するなど、 顧客との共感や信頼関係を築くことが差別化につながります。失敗したくないという恐れを捨て、新たな手法に挑戦することで他者との差別化を実現できるでしょう。3日、相手が話しているとき、あなたは何を考えている営業の場面で相手が話しているときに次に何を話そうかとかを考えてしまうのはよくあることです。 しかし、これは相手の言葉の奥にある情報やサインを見逃す原因になります。大切なのは相手の言葉だけでなく、話し方や表情、間の取り方など、全体像を捉え100、100%の集中力で聞くことです。沈黙の恐怖にとらわれず、沈黙を有効活用することで、相手に真剣に話を聞いている印象を与え、信頼感を高めることができます。 アクティブリスニングの実践、沈黙の有効活動、活用、質問による会話展開を意識することで、相手の真意を理解し、的確な提案につなげることが可能になります。4日、営業の本質について真剣に考えてみた。営業活動において、数値目標や KPI は重要ですが、それだけでは顧客との信頼関係を築くことはできません。 相手の心を動かすには人間らしさや感性が重要になります。推しと引きのバランスを適切に見極め、顧客のニーズや感情を敏感に察知する必要があります。顧客が本当に求めているものを理解し、柔軟に対応することが求められます。また、長期的なプロジェクトや忍耐力も非常に重要です。結果を焦らず、 ゆっくりと顧客に寄り添うことで信頼関係を構築し最終的な成功につなげることが可能になります。いつか相手の心を動かす魔法の言葉を教えます。もしよかったらという言葉は相手に選択の自由を与えているようで実は読んでも読まなくてもいいというネガティブなメッセージを含んでいます。 代わりに是非という言葉を使うことで自信と熱意を伝え顧客の心を動かし行動を促すことができます是非の効果を最大限に引き出すには声のトーンと表情具体的な行動の促しそして顧客との信頼関係が重要です小さな言葉の積み重ねが大きな成果につながることを意識し 魔法の言葉を活用することで顧客の心をつかみ行動を促すことができるでしょう。6日冷え込む新規開拓の営業戦略とは郵便料金値上げの影響でダイレクトメールに変わる新たな営業戦略が必要となっていますデジタルマーケティングも効果が薄れつつある中ネット広告は競合が多く 中小企業にとっては費用対効果の高い戦略が求められますそこでソーシャルセリングジョイントベンチャーの活用展示会出展の有効活用が重要です SNS で顧客と関係を築き信頼を得た上で営業を行う異業種と提携して自社商品を代へ販売してもらう展示会後のフォローアッププロセスを構築するなど 新たなアプローチを取り入れることで効果的な新規開拓を行うことができます。7日、こんな人は採用するな。経営の鉄則とは企業の成長を左右する採用活動においては、どんな人を採用すべきかだけでなく、どんな人を採用してはいけないかを見極めることも重要です。採用すべきでない人材の特徴として、 気力のない人材、凡人以下のパフォーマンス、失敗を恐れて行動を起こさない人材、環境に依存すぎる人材、チームワークはできない人材、これらが挙げられます。中小企業では一人一人の社員が重要な役割を担うため、これらの特徴を持つ人材を採用すると、企業全体の生産性やモチベーションに悪影響を及ぼす可能性があります。 中小企業、8日、中小企業は毎日が選挙だと思った方がいい。中小企業は顧客の心をつかむために毎日が選挙のようなものだと考えるべきです。顧客に投票イコール購入してもらうためには商品やサービスが顧客にとって価値のある政策であることを伝える必要があります。選挙活動を参考にブランド認知の強化、リアルとの一致、 持続的なコミュニケーションが重要です。ブランドやサービス名を覚えやすくする。オンライン情報と実際の体験を一致させる。ブログや SNS で定期的に情報を発信するなど、顧客との信頼関係を築くことで、長期的な成功につなげることができます。9日、2024年10月23日は、エポックメイキングな日。 2024年10月23日は AI 技術の進化においてエポックメイキングな日となる可能性があります。富士通の自立型 AI サービス開始と生成 AI クラウ,クラウド3.5総ネットの進化により AI が自律的に業務データ収集や資料作成、パソコン操作を行う時代が到来しました。 AI は人間の思考を拡大し、複雑な技術を簡単に利用できるようにします。AI は特定の分野で人間を超える能力を発揮しますが、全人類の知恵と感性を集結すれば AI を超えることは可能です。AI の進化は人類にとって進化のチャンスであり、新たなビジネスチャンスの到来と言えるでしょう。10日。 もう見込み客探しで悩まない逆転の発想とは見込み客探しは営業マンの永遠の課題です。展示会では出展者もまだ見込み客を探しているとい点に注目着目し、逆営業を行うことで効率的に新しい見込み客を見つ,める見つけることができます。出展者の製品やサービスに興味を持って質問し、 彼らのニーズや課題を探ることで自社のビジネスを売り込む機会が生まれます。この逆営業戦略は一度に多くの出店者と接触できニーズを直接把握しアポ取りがスムーズというメリットがあります。中小企業の営業チームにとって特に効果的な手法です。11日水曜日 コンサルを導入したいが予算がないと言われたら、顧客から予算がないと言われた時に無料提案を軸にした逆転の発想で対応することで契約につなげることができます。無料提案と引き換えに年間契約のコンサルティング紹介を依頼したり、紹介による成功報酬を顧客に還元するなど、顧客の負担を軽減しつつ、自社にもメリットのある提案を行うことが重要です。 誠実な姿勢相手の利益最大化、リスク軽減を意識することで、顧客との信頼関係を強化し、長期的なビジネスパートナーへと関係を発展させることができます。12日、ロープレがもたらす営業成功への道。ロープレは営業力向上に有効な訓練ですが、部下は時間がない、恥ずかしい、改善の実感が持てない、 飽きるといった理由でやりたがりません。部下がロープレーを積極的に行うには具体的なメリットの伝達、テーマ別ロープレーの実施、仕組み化と習慣化、フィードバック体制の整備、本番に近い環境での実施、これが重要です。ロープレーの効果を実感させ積極的に参加できる環境を作ることでチーム全体の営業力が向上します。練習は本番のように 本番は練習のようにという意識で臨むことが重要です。13日、ナンバーワンホストのスキルに学ぶ顧客選別の極意。新宿・歌舞伎町のナンバーワンホテス、ホストは靴、服装、会話から顧客の経済力や価値観を見極め、有料顧客を選別しています。 ビジネスシーンでも同様に理想的な顧客像を明確にし、顧客選別のためのチェックリストを作成することが重要です。予算規模、ニーズの明確さ、意思決定権、価値観の位置、過去の購買利益などを基準に顧客を評価し、有料顧客には多くのリソースを投入することで効率的な営業活動が可能になります。14日、 物事ががううまくいくいい法則があったという話アメリカの心理学者レナード・ズーニー博士が提唱した「ズーニーの法則は物事を始める際の最初の4分間が重要だ」と説いています営業活動においても最初の4分間で顧客の心をつかむことが重要なんです徹底的な準備インパクトのあるオープニング簡潔で効果的なプレゼンテーション 目標設定と成功会体験の共有、ポジティブなフィードバックなど、十人の法則を意識することで、湘南の制約率を高め、ポジティブな流れを作り出すことができます。15日、会議は誰のためにやるのか、真剣に考えてみた。Amazon 創業初期、 ジェフ・ベゾスは会議室に顧客の席を用意し顧客のための会話をするよう社員に意識づけました会議は売上目標達成のためでなく顧客の悩みや問題を解決するための場であるべきです顧客視点を取り入れた会議を行うには顧客の悩みや問題点から会議を始め会議ごとに顧客の椅子を用意し数字の背後にいる 顧客を意識することが重要です。会議の目的を顧客の利益から逆算し、顧客への貢献を評価基準とすることで、会議の質とう要性を向上させることができます。16日、学校では教えてくれない社会で大事な知恵10選。社会で成功するために学校では教えてくれない10の知恵があります。 人を笑わせる力、セールスのスキル、失敗を恐れない勇気、自己管理と自己責任、コミュニケーションの柔軟さ、変化に対応する適応力、金銭感覚と経済の知識、学び続ける姿勢、問題解決のスキル、自己肯定感を高める力です。これらの知恵は教科書や試験では学ぶことができませんが、社会で生き抜くために必要な人間らしい力です。 これらの力を身につけることで仕事だけでなく人生全体を豊かにすることができます。17日、褒める達人の観察眼。5つのポイント。褒めることは部下のモチベーション向上につながる重要なスキルですが、上司にとっては難しい課題でもあります。効果的な褒め方のポイントは、観察力、具体的な行動を褒めること、タイミング、 感情を褒めること、そして褒めすぎないことです。日頃から社員の行動や仕事の進捗状況を確認し、具体的な行動や成果に対して適切なタイミングで感情を込めて褒めることで、社員のモチベーション向上につなげることができます。18日、営業制約率を引き上げる10の法則とは、 顧客のタイプに合わせて営業アプローチを変えることで制約率を向上させることができます。新規顧客には礼儀、常連客には熱意、男性には機能、女性には共感、急ぎの顧客には効率、ゆっくり考える顧客には忍耐、お金,お金持ちには尊厳、お金のない顧客にはお得さ、用心深い顧客には安心安全、 厳格な顧客には事実を売るといったように顧客のニーズや価値観に合わせた提案を行うことが重要です。19日営業マンが無を求められるシーンとは営業マンが無の境地を求められるシーンはクレーム対応時、商談交渉時、飛び込み営業時、プレッシャーがかかる場面。 チームリーダーとして冷静な判断が求められるとき、このような感じでしょうか。無になることで感情を制御し、相手の言葉に集中し、冷静な判断ができます。結果的に顧客の真のニーズを理解し、信頼関係を築き、制約率向上につなげることができます。20日、営業は量が大事なのか、質が大事なのか、 営業活動において量と質のバランスが重要です。新規開拓ではまずは量を増やすことが重要ですが、質を高めるためには見込み客の高い、見込みの高い顧客にアプローチを集中させる必要があります。ターゲットのニーズを事前に調査し、ニーズに合った提案を行うことで質の高い営業活動が可能になります。最終的には 量と質のバランスを最適化することが新規開拓営業の成功につながります。21日、商談成功の5条件見逃していませんか営業活動に、商談を成功させるためには5つの条件を満たす必要があります。 コンタクト理由が明確であること、タイミングが適切であること、費用対効果が明確であること、自社の商品やサービスを進める理由が明確であること、相手の経営方針に合致していることなどです。これらの条件を満たすことで無理のない商談を確実に実現し、無駄なアプローチを減らし、成功率の高い商談に集中することができます。22日、商談に効くボディーブロー。 のようなキラーフレーズ商談有利に進めるキラーフレーズとして商談に入る前に一つだけ重要なことをお聞きしてよろしいでしょうか御社のような有料企業であればすでに他社とお取引があるはずですそれにもかかわらずなぜ弊社に興味を持ってくださったのでしょうか最後に一つだけお聞きしてよろしいでしょうかそういえばとても大事なことを一つだけ伝えていませんでしたなどがあります これらのフレーズは相手の心理に採用し、商談を成功に導く効果があります。ただし、フレーズを暗記するだけでなく、自然に使いこなすことが重要です。23日、意外と知らない処方のヒアリングのコツ。処方訪問時のヒアリングでは、お客様の基本理解、提案のための情報収集、検討意欲や意思決定に関する情報収集が重要です。 効果的なヒアリングを行うためには、〇〇とおっしゃっていたので、大事なことなので最初に伺いたいのですが、個人的なご意見で構いませんので、もし仮に導入するとしたら、最後に一つだけお伺いしたいのですが、といった枕言葉を活用することでお客様が話しやすい雰囲気を作り、必要な情報をスムーズに引き出すことができます。 24日知っているようで知らない潜在意識の働きとは潜在意識は私たちの意識的な努力を支え、結果を引き寄せる重要な役割を果たしています。潜在意識に働きかけるには明確な目標設定と定期的な自己暗示が効果的です。目標達成した姿をイメージし、私は必ず目標を達成する。 といった自己暗示を行うことで潜在意識が目標達成のための方策を探し出し行動を促しますどうやって成功するかではなく何を達成したいかに焦点を当てることが重要です25日営業力を磨くために実践すべき9つの行動営業力を磨くためには ここののような9つの行動を実践すすることが重要ですまず1つ目商談の振り返り2つ目他社からのフィードバック3つ目お客様の声を聞く4つ目見込み客から意見をもらう5つ目購入者視点に立つ6つ目社内の購買担当者から学ぶ7つ目他社の商談に同行する8つ目他部門の顧客インサイトを活用する。 9つ目、商談資料をブラッシュアップする。これらの行動を継続することで顧客のニーズを深く理解し、効果的な営業活動を行うことができるようになります。26日、5つ以上即答できなかったら部下が育たない。営業歴3年目までの若手営業マンが抱える代表的な悩みや課題は、顧客からの断り文句への対処、クロージングのタイミング、 効果的なプレゼンテーションの進め方、営業成績への伸び悩み、顧客との信頼関係構築、断られた後の再提案の方法、商談中の沈黙への対処、営業目標の達成方法、顧客の本音を引き出す質問技術などです。これらの課題を解決するために、営業マネージャーは適切な指導やサポートを行う必要があります。27日 制約率を飛躍的に高めるプッシュ営業の進化プッシュ型営業はターゲット顧客に直接アプローチすることで制約率を高める方法ですターゲット顧客に直接アプローチできる会いたい相手と確実に商談ができる大きな案件を生みやすい新しい提案のきっかけをつかみやすい競合より早く提案できる顧客との関係を深められる クライアントのニーズに応じた提案ができる。課題を先回りして解決し、信頼を得れるといったメリットがあります。経済が冷え込んでいる時こそ、プッシュ型営業のメリットを最大限に活用することが重要です。28日、突然降りかかったピンチをどう乗り切るか。ビジネスシーンでは予期せぬトラブルが発生することがあります。 ピンチに直面した際には、冷静さを保ち、最善の解決策を導き出すことが重要です。トラブル発生時の対処法として、事前準備の徹底と代替案の用意、冷静さを保つためのルーチンの確立、信頼できるネットワークの構築などが挙げられます。ピンチを乗り切る方法は、企業の信頼を高めることにもつながります。 29日営業マンが無駄な努力を捨てる発想法とは無駄な努力を避け、えー、効率的に成果を上げるためには選択と集中,集中が重要ですオバマ元大統領やスティーブ・ジョブズのように日常の意思決定の数を減らすことで重要な課題に集中できる時間を増やすことができます また、完璧主義を捨て70%の完成度で物事を進める柔軟性も必要です。得意分野に集中し、苦手意識は他者に任せることで、チーム全体の成果を高めることができます。30日、トランプ大統領就任で日本企業への影響はトランプ大統領の再生はアメリカの AI 政策に規制緩和の推進、AI マンハッタン計画、 対中国戦略としての AI 開発強化といった変化をもたらすと予想されています。これらの変化は日本の中小企業にとって新たなチャンスと挑戦となります。低コストでの AI 導入、生産性向上と人手不足解消、新規事業創出、顧客コミュニケーションの強化、競争力向上、ビジネスチャンス拡大といったメリットを享受できる一方で、技術者不足、 セキュリティ確保、投資効果の評価とした課題も、えー、存在します。そして31日、契約率を劇的に上げるステップクロージングとはステップクロージングとは、商談の各ステップでイエスを引き出すアプローチ。まあ、えー、プチクロージングと言ってもいいでしょう。これを行います。最終的な制約率を高める手法です。商談の導入部。 価値の再確認、クロージングへの導入、えー、疑問解消、最終確認と契約の合意といった各ステップで、えー、顧客の同意を得ながら進めることでスムーズに契約に結びつけることができるという、まあ、クロージングの一つの方法です。えー、さて、毎月恒例の日替わりコ,リコラムは以上です。えー、今月で2024年も、えー、終了いたしますが、 えー、皆さんは、えー、いい年だったでしょうか、えー、?2025 年は蛇年です、えー。ですね。ぜひ、こう、飛躍の1年にしてほしいなと思います、えー。2024年、今年1年間も、えー、長らくお世話になりました。来年もよろしくお願いいたします。